はい、どうもこんにちは、太田です。この夏だいぶ庭仕事を進めてきて、砂利が終わって、でこっちマサを固め終わったとこですね。まだあのブロックは固めていません。で周りにインスタントセメントがたくさんあります。でここにちょっと小さい、なんだろうな、物を入れたりする、ボックスが2つあるんですけど、この下もちょっときれいにしたくて、でここつなげようと思ってます。まあ、ここをマサオでやってしまったんですけど、ここまでマサオで、ここからも下はブロック、こういう、コンクリートのタイル、そのままあのブロックをつなげて、なのでずっとつなげてここまでブロックをやっていこうと思います。でまあやり方は引き続き同じで、下にインスタントセメントを敷いて、その上にブロックを乗せていきます。そんな感じで、この辺を今からやっていこうと思います。で結構インスタントセメント買ってきました。まあこれだけ買うんだったら、本当にセメント買って砂を買って砂利を買ってっていう方が多分安くていいのかもしれないんですけど、ホームセンターに行くたびに買っていったら、まあこんな感じに増えてしまいました。ちょっと次やるときは砂とセメント、それから砂利、もうそこからスタートしようと思うんですけど、今回は本当に使いやすかったので、このインスタントセメントっていうので、このまま引き続きやっていこうと思います。ではここですね、行きましょう。このコンクリートブロックも使おうかな。これ捨てるのもったいないですね。これ使っちゃおう。もしかしたらちょうどぴったり合うかもしれないし、ちょっと綺麗にしてできるだけ使うようにしましょう。はい、ということで、だいたいいい感じに掘れたんじゃないかなと。なのでちょっとあのコンクリートブロック並べてみようと思います。でそれができたら水をまいて、ちょっともうそろそろ太陽沈みそうなんですけど、セメントに移ろうかなと思います。では行きましょう。はい、ということでコンクリートブロック乗せてみました。奥の方は、あの辺は再利用ですね。まあ、こんな感じで下にセメントを敷き詰めて上に乗せようと思います。それから室外機の後ろ、ここはマサオにしようと思います。なんかブロック入りそうな感じはしたんですけど、ギリギリ入りませんでした。まあこれぐらいだったらいいかなと思います。では行きます。
はい、ということで完成しました。この正王との間のこの隙間、ここは正王を入れてまた固めていこうと思います。これは正王の動画でやろうかな。とりあえず今回はこんな感じで終了です。はい、ということで今回はインスタントセメントを使ってコンクリートブロックを家の周りに敷いてみました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。